全国の週間のお天気をお伝えします。今後週末は各地穏やかな天気となりそうです。ただ一部東海エリアを中心に雨具が活躍しそうです。その後週明けになりますと停滞前線の影響で各地雨が降るところ多くなります。このようなお天気しばらく続く予想です。また水曜日になりますと関東以西では雨が強まるところもありそうです。最新の情報を随時ご覧ください。また気温につきましては18日日曜日気温について3月下旬から4月並みまで上がる予想となっています。その後しばらくこの時期としては気温高めとなりまして火曜日水曜日あたりになるとまた冬らしい寒さが各地戻ってきます。寒暖差で体調を崩さないようお気をつけください。では続いて北陸石川のお天気です。日曜日は広く晴れる予想となっていますが月曜日からだんだんと天気下り坂となります。火曜日は広い範囲でお天気崩れる予想です。地震の揺れによって地盤が緩んでいるところが多くありますので土砂災害等にも注意が必要です。また今までに降った雪が残っているところがあります。融雪災害にもお気をつけください。気温につきましては火曜日以降気温がぐっと下がるタイミングがあります。寒暖差で体調を崩さないよう気をつけください。最新の情報はお天気アプリウェザーニュースからご覧ください。